メイジェイ、1988年6月20日台は日本の女性歌手。東京と生まれ、神奈川県横浜市育ち。2006年キュウンレコードよりデビュー。2009年以降の所属レーベルはリズムゾーン。神奈川県在住。芸名は本名の芽生えにペルシア語で美しい、才能あふれるといった意味を持つミドルネームのジャミールの J を合わせたものである。 父親は関西出身の日本人で、母親はイラン出身だが日本国籍を取得したとのこと。また母親はペルシャ、ロシア、スペイン、イギリス、トルコの血筋を持つ。母方の祖母はロシア人でアゼルバイジャンとトルコのハーフ。母方の祖父はイラン、スペイン、イギリスの血筋を持つ。メイジェイはマルチリンガルの家庭に育ち、英語は 母国語の日本語と同等レベルで話せるが、スペイン語のレベルはさほどでもなく、ペルシア語はなんとなく話がわかる程度だという。なお、父親がセールスマーケティングマネージャーで、プロ野球選手の RJ レイノルズが日本球界でプレーする際の代理人も務めていたという記事がフラッシュに掲載され、ウィキペディアにもその旨記載されていたが、その事実は、 全くないとメイジェイが否定している。語学、音楽、コンピューター学校を経営する両親の影響で、3歳よりバレエ、ピアノ、8歳からは声楽を学び、その他にも作詞作曲をしたり、父親の影響でイラン音楽を聴いたりしていたという。青山テルマは、アメリカンスクールイン、ジャパンハイスクール時代の1年先輩で、同じジャズボーカルクラスに在籍していた。 宇多田ヒカルは5年先輩にあたるが、彼女が卒業したのと入れ違いに入学したため、出会ってはいない。宮沢エマは森村学園初等部時代の同級生であり、歌手の人と要は、メイジェイが幼稚園にいた時に高等部に在籍していた。テレビ朝日の患ジャニーの仕分けにも出演し、カラオケ特典対決で連勝を重ね、番組では歌姫と呼ばれている。 2012年6月16日放送から26連勝したが2014年5月3日放送でサラオレインに初めて敗北を期した。ありがとうございます。